川端です。よろしくお願いします。今回はこの図形の折り返しの問題ですね、を解説していきたいというふうに思います。まずは、この折り返す前、三角形 A、B、D と、折り返した後の三角形 A、E、D、これが合同になりますので、今 D の長さが X ですが、DB の長さと等しいので、まあここも X という具合にして考えることができます。そうすると、今、この BD の長さですが、今 BC の長さが分かっているので、何が分かればいいかっていうと、この BD と DC の比が分かれば、ここの X を求めることができるということです。じゃあこの BD 対 DC をどうやって求めるかというとですね、これはですね、三角形の面積比として考えます。この BD 対 DC は三角形 ABD と三角形 ABC の面積比になるんですね。この二つの三角形 ABD と、この ABC ですけれども、これは高さが等しいですね。この A、B、D と A、D、C はこれ高さが等しいので、なのでこの底辺の比によって面積比が決まると。逆に言うと面積比が分かれば底辺の比が分かるよということなので、この三角形 ABD と ADC の面積比を考えたいと思います。で、ここで三角形 ADE と三角形 DCE、これがやはり高さ等しいので底辺の比3対2だったら、ここも3対2という風になるわけです。ということはですね、先ほど言ったように三角形 ABD と三角形 AED は合同ですから、ここが3個分だったらこっちも3個分になりますよね。ということで三角形 ABD と ADC は3対3たす2で5という風になります。よって、この BD と DC の比も3対5と分かるわけですね。したがって求めたい X は 12×8 分の3倍。よってこれを計算して約分して2と3になりますから2分の9。まあ小数にすると 4.5cm と。いうのが、答えになるというわけです。まあ、ちなみになんですけれども、角の二等分の性質を使って解くやり方もあって、まあ、角の二等分の性質というのは、ここ A、ここ B、ここ C、ここ D とすると、A 対 B イコール C 対 D になります。で、ここが角の二等分なので、こことここが、ここ角の二等分なんでいいですか？それは三角形 ABD と三角形 AED が合同だから対応する角等しいので、こことここの角が等しいと。で、さらに AB と AE はやはり合同だから等しいので、ここ丸三個分だったらここも丸三個分になりますね。したがって AB 対 AC が3対5だから、ここ3対5と出すことができて、なので、やはり 12×8 分の3倍ということで、答えが出すことができるということですね。まあ、この角の二等分自体はですね、ちょっと私中学受験がちょっと専門っていうわけじゃないんで、これ教えてんのかな？どうなのかな？ちょっと中学受験のね、専門の方ぜひね、教えていただければ。まあ結構ね、難関中学校だったらね、教えてって、これ使うのは当たり前なのかなっていう気はしますけれどもね。高校受験だったらね、ここの角の二等分からね、攻めていってもいいんじゃないかなというふうに思います。以上で解説を終わります。では。